エミリンチャンネル、さあ始まるよ。そして魔法にライクするケンジムです。そしてお疲れです。サリちゃん、というわけで急に回す、最近の入りは急に回すです。なるほど。というわけで急くる動画回してるんですけども、竹下通りに来ました。イエーイ。今日は竹下通りで昔ちょっとバズった食べ物をあえて今食べようという企画です。例えばチーズハットクとかタピオカとか。もう最近食べてなくないですか？食べてない。タピオカマジ聞かへんだったらでしょ。急にでしょ。バナナジュースに飲まれたよね、うん、そうなのよ。でも美味しいのよタピオカとか、美味しいのよ。なのにみんな急に食べたくなっちゃって、あまりにもタピオカがかわいそう。やっぱタピオカ好き、チーズハットク好きとしてはなんとかこれを食い止めないといけない。どうしよう。そうだ、ヒカルのテンジムと食べに行こう。なるほど。二人の影響力も借りよう。タピオカは守ろうの会。クレープが好きかも。あ、クレープですね。クレープクレープはでももうずっと流行ってる。確かに王道ですよね。なんかそういうもうコテコテのこと今日はしたい。けどさ、チーズハットク屋さんってまだあんの？あんのよ。新大久保じゃない。あるんですよ、竹下もあります。というわけでとりあえず竹下通り歩いていきます。今日平日の昼間なんですけども超いいお天気で、あ、すごい。なんかさ、私すごい抜け連れて歩いてない？竹下通りを。いい感じ。超かっこよくない？私これかっこいい。しっかり私のボディーガードをしなさい。なんかそのみたいな感じ。え、そっち？私今完全に姫の方に行ったのに。今もでもなんかなんだかんだ盛り上がってんだよね。今も息してる。うん、なんだかんだでね、なんかこうあれがあったりとか。とりあえず私は今チーズハットク行きたい。俺スタバ行きたい。黙れ。帰る。家帰る。あとやっぱ出口だけどさ。あ、マジ？ま？てかさ、タピオカとかなくなかった？いや、エミリーありました。ちゃんと私通り過ぎた。あったよ、通り過ぎた。え、マジ？え、ちょっと戻るわ。あったっぽいですね。天地部ちゃんが見てたってことは友人のラファエルの店潰れたらしいけど。なんかあったね。飲食店ってやっぱ難しいんですよね、きっと。エミリーのがなんかせえへん。いやー、やりたいって気持ちはあるけど。無理そうや。なんか難しそう。いつかやりたいですね。アンパンやとか見てそう。エミリーの出すアンパン。いいじゃん。いい。エミパンマン。エミパンマン。私あれですよ。もうすぐジェンチムマンが発売されるから。何それ？肉まん作ってるね。出店みたいな。ウーバーイーツで出せるように。あ、いいね。肉まんいいな。いい、食べたくなる。いちご飴専門店のいちご飴食べたことあります？ない。いちご飴専門店のいちご飴が桁違いに美味しいのよ。これぜひ食べていただきたい。あれ？でも改装中っぽい。改装中か。待って、悲しい。じゃあチーズハットクいきます。チーズハットクは竹下通り出ます。あ、出るんだ。新大久保行こうぜ。黙れ黙れ黙れ。おい、先行。なんですか、ヒカルちゃん。何それ。あ、流行った。しかもしなこちゃんプロデュースやって、うん、あ、そうなんだ。いきますか。せっかくだしちょっとこういうの食べてきますか。じゃあ哺乳瓶ドリンク食べよっか。はい、手中で店内に来ました。じゃあちょっとなんか可愛いドリンクいきますか。熱いし。じゃあホワイトウォーターのイエロー。私も哺乳瓶ドリンクにしようかな。ホワイトウォーターのピンクで、はい、私もホワイトウォーターのイエロー、はい、すごい、はい、かわいい。あ、でもそうだ。原宿哺乳瓶ドリンクから始まります。乾杯。乾杯。というわけでいただきます。いただきます。これどう吸うと？わかんないです。飲んだことない。うん、これうまい。おいしい。おいしい。マジカルピスね。カルピスだね。うわ、うまい。うま。腰に手当てて飲むんではないと思うけど。いいよね。これ多分あれですよ。なんかチュパチュパみたいな、バブバブみたいなやつですよ。確かに。サウナの後とか飲みたいよね、これ。うんうん。バブりたい。バブりたいな。ちょ、エミリー、お手本見せてください。飲み方の。飲み方はなんだろう、こう。いや、もう吸っても出てこない。吸っても出てこないかった今。じゃあ合ってるわ。こうだわ。質問なんですけど、結局何が一番痩せますか？歯の矯正したら絶対痩せるで。また食べるのがしんどくなる。あ、もう食べるっていうことか。まず1個。確かに確かに。なるほどね。ちょっと歯の矯正はマジで考えよう。え、でも私だから今骨格ないじゃないですか。こういう感じになるんですかね、歯の矯正したら。まあ、かわいい。エミリー可愛い。やっぱここをこうするわ。リスみたい。燃えてる？また喧嘩か？今日ヒカルさん側の動画でこう、うちらが喧嘩したらどうするのかみたいなやつを結構できるだけリアルにやったんですけど、マジでおもろかった。しょうもなかったけど、プロしないと無理やから。見ますか、じゃあ次、2点目。はい。あ、ちゃんと撮ってる。子供に優しいヒカルさん。ヒカルさんマジで写真撮影ほぼ撮ってくれてるイメージ。ね。いいですよ、可愛いこと。ちっちゃい子。確かに。いけそうじゃない。今日だけほんまにごめん。肩組んでる。肩組んでる。ちょっと待って。今めっちゃ肩組んでたね。今日だけは本当にごめん。ホストじゃん。ヒカルさんホストじゃん。ちょっとじゃあそこにチーズハットクあるんで。こちらですね。チーズハットク。バナナじゃなくてハットの売っとる。そうなんですよ。ハットク屋さんもあって。一番伸びるやつどれですか。これ伸びるチーズハットク。じゃあモッツァレラで、はい、お願いします、はい、というわけでじゃあチーズハットクがまもなく来ると思うので、じゃあその間に最近一番悲しかった話を一つずつしておいてください。一番ってめっちゃむずいな。最近悲しかった話とないわ。ないないと思った。逆にある悲しいこと、ないね。ないよね。
ないよ。ないのに聞くなよ。賛成。なんかお題欲しいな。トークテーマ。うん、トークテーマ。でも私らは最近世間に語ってるよ。あ、そうね。世間に。北山さんないっすか、そういうなんか、ほんほんほんイライラすんねんな、これ不満やねんなとか。俺への評価の低さやな、それだけ。時代がヒカルさんについていけてないってことね。いつか時代が俺に追いつくと思ってたけど、俺も同じスピードで歩いても一生追いつかへんと思ってた。なるほどね。っていう、ちょっと調子乗っとるやんか。何言ってるかと思いましたね、うん、はい、というわけで今からチーズビヨーンってして伸びる玉ねを作ります。はい、いただきます。赤っ、うまっ、うまいの。ケバブジャンケンやるか。さっき学生のケバブジャンケンやるかって。誰がケバブ買うか。男気ジャンケン、ケバブジャンケン。最初は言ってくるんだけど、右どうぞ。懐かしい。あ、ええ、おいしいな。うん、おいしいよ。次何バズるんすかね。いや、なんだろうね。次ここに行って、なんかさ、和菓子ぶっとって揚げたやつ流行り。和菓子、うん、ある今そういうの。ないんだけど、なんか流行りって思った、うん、和菓子可愛いってさ、なんか日本の宣伝大丈夫だ。和菓子可愛いよな。テンションやろうか。やるか、普通の番の次。はい、というわけでちょっとゆっくり食べながら次の店舗に行きたいと思います。トキトバーシ、なんかフケラさんのトキトバーシのこの手が好きでした。あ、そうそうそう、あ、最近トイレ行こうと思って絡んでいくやつ。次行きます。本日最後のプランです。タピオカを飲みます。おー、来た、ついにメインです。この日を待っていた。もう私大好きなの、タピオカ大好きなのに、なんでどんどん潰れちゃうのって、これがもう今日の私の心の叫びです。で、私おすすめのノナラパールというところに行きます。ノナラパール、ここめっちゃ美味しいの。ほうじ茶ミルクティーがいいな。あ、いいですね。あ、私もそうしようかな。あ、普通のミルクティーにしようかな。早く。タピオカじゃないよ。あんだけタピオカ押したの。私もね、決めた。ビリークリーム。じゃあ、全部タピオカなしで、まずほうじ茶ミルクティーを一つ。ベリークリーミティー。ブラックミルクティーのアイス、すべてタピオカなしでお願いします。はい。美味しいの。タピオカミルクティーが有名じゃないですか。のうちの、ごめんなさい、ミルクティーが美味しいってことなんで、うん、なんか言い方もですよね。これ私のアップ需要ある。エミリンがね、ご馳走してくれてます。ありがとうございます。でもさ、やっぱさ、痩せたね。誰が。ヒカルさん、マジ痩せた。二人とも。私は太ったよ。戻ってるよ完全に。マジ？だって俺あった瞬間思ったもん。だってさ、58キロと切ってたじゃん、エミリー。10キロ取った。あ、多分自分に負けたんやな。そうなんですよ、自分に負けちゃって。ちょっとタピオカ来るのかします。はい、今日本当はユニバ行きましょうみたいな感じで言ったじゃないですか、うん、でもなんか、まあ、でもこの間ディズニー行ったしなみたいな感じで結局客変わったんですけど、なんか私ユニバ行きたすぎて昨日ユニバ行ってきました。え、昨日昨日 TR でユニバ行って彼氏ついてきました。うわ、マジで一番幸せ。え、気づかれた。あんまり。そうなんだ。なんかさ、かぶり物とかしちゃうとさ、ここしか見えへんから。あー、なるほどね。え、私さ、気になるんだけどさ、彼氏は公表してるけど身元は公表してない。顔とかも公表してないじゃん。そうなんです。身元みたいなことしてない。下みたいな。そういう時ってさ、ファンの人とかに気づかれたらさ、彼氏さんとかどういう反応するの。なんかスタッフさんみたいな対応してる。あー、ラスとか言ってそこは気遣ってくれてる。分かるもんね、マネージャーなのどうか。そうだよね。そこ結構難しいところね。むずいよね。え、てんちぶちゃんはなんかこう、普通の男の子と歩いてて、うんうん、ちんちゃんですよね、え、よく彼氏さんですかみたいに言われたら、あっ、でしょ。うふふで歩きながら去ってくっていう。分かる、うふふみたいな。なっちゃうよね。あ、来た。はい、というわけで、締めです。今日の締めはタピオカで締めようと思います。怖いな。いただきます。お疲れした。お疲れした。うまっ。やっぱほうじ茶やわ。美味しい。やっぱタピオカミルクティーさんのこのミルクティー多分うまさ。まあ、だってそれはうまいな。うまいな、確かにこれ。うん、でも結局タピオカじゃないもんな。まだ言いますか。私はタピオカミルクティー屋さんのミルクティーが好きなんです。それって何が好きって言ったらもうタピオカが好きみたいな感じですよ。たまにもこんなんあるけど。ないんですよ、この味以外と。あ、でもエミリーの言いたいことわかると思う。え、でしょ。ちょっとわかるかも。なんかさ、独特の風味があるじゃん。わかる。しかもさ、なんかミルクティーなのにさ、3種類ぐらいさ、ミルクティーの種類あるのよ。そうなの。ほうじ茶ミルクティー、ウーロンミルクティー、なんとかミルクティー。そうなのよ。ミルクティーの種類が多くて、美味しいミルクティーが飲めるっていうのがタピオカなんだ。タピオカなのよ。ちょっと控えさん聞きたいんですけど、ファンの方からの相談を、相談だっけな、なんかがあって、自分の恋人がどう考えても似合ってない服をすごい着てる場合、どうしますかみたいな相談が来て、え、それどうするんだろうと思って、テンジルちゃんに聞いたら、あ、私はそういう男と会ったらもうよく歩かない。でも結構これ難しい問題じゃないですか。いや、俺はとりあえず、めっちゃ可愛いけど、もっといい格好したらもっと可愛くなるから、そっちの方がいいんじゃないっていう、普通に。ズバッと。今も可愛いけど、もう服が今0点で、顔だけで今100点取ってもとうから、服点数100点にしたら、足し算して200点になるでっていう話をすると思う。なるほどね。もう正直今全く活かせてないっていう。え、じゃあ例えば、それがもっとお騒がせする前に、見てみたい、今日の服、もうすごいこのお気に入りの服で、これ買うためだけに海外まで行ったのみたいな、どうみたいな、最初からすごいもう、その服を本人が気に入ってきてたら。まあ言うと思うんです、普通に。多分似合ってないけどな。そうなんだ。あの服着たいです。エロいなと思って、露出してる感じの服なのか、例えば逆によくあるよね。こういうきちっとしたニットあるじゃないですか。あー、ニットね。ニットで体のライン
っちゃ見えるけどちゃんと着てるみたいな、どっちの方がエロいっすか。いやでもどっちなの、でも俺エロいの求めてないからな彼女に対して。何系じゃん。いや普通にノースリーブみたいな。へえ、エロしくない肌の見せ方がいいの。だからこう肌こう出とるやん、こうやってこう触りたくなるから、触りたいこういうところ、二の腕とか。なるほどね。だから出とってほしい。二の腕出すわ。出てるからちゃんと今日まくってよ、二の腕。でもこれまくったら違くない？なっちゃうけど、運動会の前の女の子みたいな、頑張らーみたいな。やってたよ、やってた、やってたよね。そっか、柔らかい部分って言わない、言うよね、太ももと言う。だから俺、おっぱいお尻よりも太ももを早く、太ももがさ、めっちゃさ、カチコチカチコって。あ、もう無理や、もう無理や、それが雪見大福のようでないだから。あ、じゃあいいんだ。あ、じゃあいいんだ。意味言うだから、肌多分柔らかそうや、肌白いや。理想系よ、だから。あとは、フェリモラルと。あとは、あれですね、ちょっと痩せたらいいだけですもんね。本当に痩せてみてほしいけどな。それずっと言ってたけど、結局さ、ちょっとやめてさ、戻ったからさ。もう一回行きます。で、一時期どこまで行ったの、ちなみに。スタート70キロで始めて、一回55、6個まで行って。すごいよ。今67。67。でも若いやん。全然若いやん。55まで行ってさ、12キロ太るってやばいな。俺だって会った瞬間に、エミリーやったなと思った。やったやったやったな。マジで、リバウンドって一番体に悪いらしくて。太って痩せてを繰り返す人が一番老化するやん。それはなんでかって言ったら、肌が伸びたりするやん、伸びたり縮んだりするから、そこでたるみになったりとかするから、だから体型を維持するってことが一番若さを保つのに大事って言われた。じゃあ次やるじゃないですか、それをキープします。そう、それをキープせんかったらやっぱあかんらしい。痩せた後のキープって難しいですよね。難しい。痩せ方もあるんじゃない、だからその無理な痩せ方したらきついんじゃない、継続できる痩せ方した方がいいんじゃない。確かにな。だからジムとか行ってもさ、それ一生続けれるのっていう話になってくるやん。でも逆にそうしないとやらないじゃないですか。私は性格考えてください。まあ怠け者やもん。そう、怠け者。誰かに強制されて怒られて初めて伸びるタイプ。そうそうそう。だから私も自分の自己管理能力がないから、あまりに誰かに管理してもらうっていうので、次はパーソナルを入れます。でもエミリー痩せたらマジであると思う。ちょっと頑張ります。じゃあ以上です、バイバーイ。トクトマシ、トクトマシ、トクトマシ、かわいい、バイバイ。よろしくね。